ブラジル高速鉄道は、ブラジルの高速鉄道計画。現在では、具体的な案が、リオデジャネイロ・サンパウロ・カンピーナス間について出ている。なお、この路線は入札者が決まらず、現在計画凍結中である。ブラジル高速鉄道は、リオデジャネイロからサンパウロを通り、カンピーナスを結ぶ、鉄道路線として開業する予定。2000年代に、経済成長による、 航空インフラ容量の逼迫、相次ぐ航空事故などで鉄道輸送の機運が高まったことを受け、ブラジル政府が事業計画を推進している。当初は 2014FIFA ワールドカップに合わせる予定で、サンパウロからリオデジャネイロまでを結ぶ鉄道として計画され、後にカンピーナスまでの約1 0 0トルを延長することがブラジル政府により決定されていた。 延長後の総距離は5 1 8トルに及ぶ。しかし、計画は遅れており、2009年7月には、試行会社の入札まで終えている予定だったが、2011年に至っても試行業者すら決められず、2014年までに、竣工しなかった。その後、2016年に開催される、リオデジャネイロオリンピックに合わせて開業することが、見込まれていたが、 これにも間に合わなかった。2011年7月11日に入札が行われ、7月29日に落札企業を発表する予定であったが、7月11日に応札する企業がなく、実質3度目の延期となった。入札する際は建設する技術を持っていることが前提。落札の基準は、想定運賃の安い企業。 落札した企業には40年間の運営や運賃の上限設定が求められ、事業費は70%程度を政府が出資した上で、残り30%は民間から調達し、さらにその30%のうち80%はブラジル企業が、20%が落札企業が負担することとされていた。しかし、その後も建設に向け目立った動きはない。 蒸気数値はメディアにより、数値が多少違うことがある。以下に最有力候補とされる国とその企業を示す。KTX の初期車両、k t x 愛韓国の企業連合は、韓国鉄道公社、現代重工業、現代ロテム、サムスン SGS、LG、CNS など、総22社からなる。特に2010年11月29日に、 予定されていた入札では、高いリスクを嫌い各国企業連合が入札を見送る中、唯一応札する意思を示していた。韓国も、条件とされているサンパウロ・リオデジャネイロ間の運賃199レアルを下回る運賃で運行が可能だとしており、当初は落札する見込みが最も高いとされていた。この背景には、韓国企業連合が、 韓国政府の支援を受けており、リスク度外視でも同国が保有する、韓国高速鉄道の技術の初海外輸出に結びつけたい意思があったとされる。また、地元資産家や建設会社と接触し、建設段階から協力する見込みもある。これらの理由から最も有力視されていた韓国企業、連合だが、2010年11月26日になって、入札は、 急遽2011年4月11日まで延期され、さらに4月7日になると7月11日まで再延期された。その理由として、ブラジル政府は政治的な判断としていたが、実績の少ない韓国高速鉄道に不安を抱いているためとも、韓国企業連合の単独入札になるのを嫌い、形式的にでも競争入札になることを狙ったものだとも言われている。 また、韓国企業連合内部でも、ブラジル企業が土木事業の80%以上を手掛けることになる、条件から採算性を危ぶみ、現代アムコなど、建築企業4社が2011年4月1日に連合離脱を表明、残る建築企業も存続に懸念を示す。および、施行にかかる事業費を実際より低く見積もっていた、ことが発覚し、 韓国事業団の団長であった、関陽大学校の教授が解任されるなど、問題も生じた結果、結局2011年7月の入札では、韓国勢も入札を見送ったさらに、KTX は2011年までに、韓国内で多数の事故を起こしていることから安全性に疑問が呈されており、入札に影響が及ぶ可能性が指摘されている。 JR 東日本 e 2系日本の企業連合は、三井物産、三菱重工業、東芝、日立製作所からなる。技術については、日本の新幹線技術を売り込む予定で、駅舎など、地上施設を一手に受注し、さらに駅に接続する、ショッピングセンターや、オフィスなども建設して、利益を得、鉄道建設費の縮小に充てるのが、日本の方針。 しかし需要予測が甘く、リスクが大きいなどの理由で2010年11月29日の入札は見送った。入札が延期されたのを受け、ブラジル政府に条件の改善を求めていたが、実現には至っていない。フランス国鉄 TGV デュープレックスフランスの企業連合はアルストムを中心になっている。アルストムはフランスで TGV の車両を開発。 製造しており、TGV 輸出版も担当した。ブラジル国内においても同社は、サンパウロ地下鉄に、車両納入や信号システムの構築を担当した、実績がある。今回も TGV の技術を売り込む予定であったが、日本と同じ理由で入札は見送った。入札延期後の予定については明らかではない。延期された2013年8月の入札期限では、 唯一応殺したとされる。リンフとカフ、交通インフラの建設、コンサルティング企業、イネコが合同で受注を目指している。後期在来線を活用する場合、同国の基幹可変技術タルゴが有利になる見方もある。2013年7月24日、リンフの運行する高速列車、アルビアが脱線事故を起こしたため、スペインも 入札資格を取り消される可能性があったが、ブラジル政府の配慮で取り消しはなかった。シーメンス社を中心としたコンソーシアムが参入意欲を見せている。鉄道車両メーカーのアンサルドブレーダ社を中心としたコンソーシアムが参入意欲を見せている。また開発コンサルタントのイタルプラン社が、ブラジルの鉄道施術建設公社と組んで受注を目指している。当初は、 建設分野を中心に CRM 社が参入意欲を見せていたが採算性が合わないとして2011年7月の入札には応じなかった。その後2011年7月の高速鉄道衝突脱線事故で入札参加資格を満たさず門前払いとなる降参が大きくなった。ブラジル高速鉄道は 様々な要因により遅れが見込まれており、また興味を示している各国の企業連合も参加には慎重な構えである。現行案でリオデジャネイロ・サンパウロ間に鉄道を敷く場合、リオデジャネイロを出て、すぐに高低差800メートルの急斜面を登り、二つの山脈の間を川に沿って走る形を余儀なくされている。 その区間に必要とされているトンネルや高架は合わせて 200km にも上り、建設費用の増大が考えられる。また、沿線の半分程度の区間は、工場地帯を走るため、地価が高く用地買収の困難さも予想される。ブラジル政府が提示した条件には、落札した企業が40年間の事業運営を求められる。また、 運賃上限は 1km あたり0.49、レアルと定められている。しかし、ブラジル政府の需要予測が甘く、さらに用地買収には困難が予想され工事延期で追加負担が発生する恐れがあるなどリスクが大きく収益が見込めないとし、日本やフランスの企業連合は、大札を見送る方針を示していた。 この甘い需要予測や高いリスクを是正するよう、日本の企業連合が、ブラジル政府に働きかけたこともあったが、ブラジル政府は2011年1月時点で、需要予測に誤りはないとして変更するつもりはない、ことを告げた。ブラジル政府の予算調達の遅れや、上記の困難さから、各国企業連合は、参加に難色を示していることなどから、 入札は大幅に遅れている。2010年11月29日に予定していた入札も直前の26日になって2011年4月11日まで延期すると発表し、さらに4月7日になって7月11日まで延期すると発表され、さらに7月11日になっても応札する企業はなかった。各国企業の懸念材料である40年間の 運営や出資割合についてもブラジル政府は情報を示さず2017年現在も入札に至っていない2013年6月サッカーのコンフェデレーションカップ開催期間中にもかかわらず多くの国民が大都市圏内交通の改善を求めるデモが展開され都市内交通の改善への投資が必要という世論に直面したジウマ政権が高速鉄道による 都市間交通よりもそれらを優先する動きも見せ始めている。2013年7月、サンパウロとブラジリアのメトロやパウリスタと電工車の事業入札において、同社が他の高速鉄道入札企業とともにカルテルを行っていたことを認めたため、影響する可能性がある。ブラジルの法律では、同国で不正を働いて獲得した契約について、 契約額の20%に相当する罰金が課される。このため、シーメンス社が、自社の罰金額を軽くするために、カルテル相手を通報したものと見られる。通報された企業は、ボンバルディア、カフ、アルストム、三井物産など、後者2社は、当局の調査に応じている。8月12日、ボルジェス運輸賞は延期は、競争を促すためで、 地下鉄などの建設工事に関する外国企業の価格操作疑惑とその調査には関係していないと述べた。2013年8月の入札参加期限が3度目の延期となったのはこうした事情に加えこの時期の強行が翌年の大統領選挙に及ぼす影響を考慮したともされる。今後高速鉄道が開業した際にライバルとなり得る交通機関を挙げる。 航空機は現在のリオデジャネイロ・サンパウロ間の主な交通手段であり、開通後の大きなライバルと見られている。両都市ともに中心部に空港があり、アクセスが良く、シャトルビーンで年330万人が行き来していた2008年時よりもさらに増加し、年間旅客は740万人に達している。この伸びは、 オグによる路線別航空旅客の世界ランキングでも東京札幌間に次ぐ規模となったことからも裏付けられている。片道の所要時間はシャトル便でおよそ50分で高速鉄道に比べ短時間で済む。しかし完全に競合するわけでもなく高速鉄道はグアルーリオス国際空港アントニオカルロスジョビン国際空港 ビラコッポス国際空港という主要空港を結ぶ交通機関としての役割も担うことになる。リオデジャネイロ・サンパウロ間にはバスも走っている。時間は6時間ほどとかなりかかるものの、運賃は片道100レアルと、高速鉄道が想定している運賃の半額である。ありがとうございます。